お笑いコンビ、インパルスの包み下厚さんが、睡眠薬などを飲んで、乗用車を運転したなどとして、事情聴取されていましたが、警視庁が、包み下さんについて、6日にも、書類送検する方針を固めたことがわかりました。包み下厚さん、39、は、今年6月、東京、狛江市の路上で、 睡眠薬などを飲んで意識が朦朧とした状態で乗用車を運転したなどとして事情聴取されていました。その後の取材で警視庁が包下さんについて6日にも書類送検する方針を固めたことがわかりました。事情聴取に対し包下さんはサウナに行った会議だったなどと話していてその後の会見でも体が痒くて眠れないため医師から処方された 睡眠薬などを車を運転する直前に牛乳と一緒に飲んでしまったと説明していました。5日14時40時分。